こんにちは、チョメです。ビッグイマンのリセマラの方法、右上タイトルに戻るですね、この引いた後です。で、このタイトルで右上のメニューでアカウント削除をします。削除、これでもう最初からできます。で、同意して、で、スキップで OK です。これチュートリアルガチャもね引けます。このビッグイマンワンダーコレクションのリセマラに関してはすごく楽ですね。で、あとはアセットを展開してますね。これでどんどんね引いていけば OK です。まあ、こうやってリリース記念ログインボーナスとかも受け取ったりとかもしますけど、で、ここもひたすらタップで、ログインボーナスとかももらえます。これはまあしょうがない、繰り返しやらないといけないけど。で、この後に右のプレゼント4ってあるので、これ一括で受け取っておきます。で、この下のニューガチャってところですね、これまずチュートリアルガチャ、これスキップした後も引けます。で、右上のところにスキップマークがあるので、これでねスキップさせます。まあ、あとはもうこんな感じに連打。おお、まあ星3は必ず1回出るんですけどね、チュートリアルだって。で、この後ですね、このスタートダッシュっていうのは優勝なので無理なので、冒険の始まりのガチャですね、これ右下10回引く、これがリセマラになります。はい、右上のところ押してみたいな感じですね。全然ダメですね。まあ、もう一回引いてみましょうか。おお、出てきたのは出てきたけど、星さん、うん、これはもうダメなんで、終わったら右上ですね、タイトルに戻るです。で、これでメニューアカウント削除、この繰り返しですね。で、もう一回入って同意する。で、スキップ、早いと思いませんか、このビックリマンのリセマラ。で、これもひたすらタップ、で、右のプレゼント一括受け取り、で、ガチャで、チュートリアル引く、で、右上、まあ一個一個見ていきますかこんな感じにね、私さっき連打した方がいいんですけどね、せっかくなんで、なんかどんなキャラがいるのかっていうのを見てみましょうかね。なんかいろんなのがいますね。私ビックリマン世代じゃないんですけどね。おお、魔人ドジキュラーとか、なんか同じのが結構出るイメージなんですけど、今のところ。かわいい女の子、おお、十字、この女の子星さんですね。まあ星さんは確実に1回は出るんで、ね、このチュートリアルは。これはあれですよ、スタートダッシュ引けないですからね、冒険の始まりのところでガチャを引く。なんかこれの柄とかで何個なんか出そうなっていうのは大体わかるみたいなんですけどね。おお、ニンニク出てきたよ星さん幸先いいんじゃないですか。オロチ、ゼウスとか出てきたらね、もうこれで終わりにしたいんですけど、ダメだな、これももう一回やり直しかな。ちょっと柄を見ておこう。さあ出てくるか、星に、星に、なんかいろいろいますね全然ダメだ。こんな感じにね、20連ぐらい引けるのかな、30連か、実際最初のやつがあるから。タイトルに戻って、で、メニューでアカウント削除で同意する。サクサクできるけど疲れちゃうよね、疲れちゃいますよね、なんか早いから。逆にで、ちょっとフリーズしました、早くやりすぎて。右下ナウローディングになってるんだけどね、ログインしています。ちょっとあんまりね、おお、ちゃんとなった、スキップする。ちょっとずつロードが遅くなっちゃうかもしれないから、一回タスクキルやってもいいですね、ちょっと重たくなっちゃった場合は。さあ次はどんなのが出るかな。毎日まつこつ頑張りますの、ここいいスキップ方法ないですかね。
で、右。ショップへって書いてあるけど、プレゼント一括。ガチャ。無料を引く。出るかな？おぉ。右下。なんか虹に光ってるのが星さんですね、これ。このチュートリアルガチャはダメだな。ガチャを引く。ちょっと固まってきたな。さあ、どう？この打ち上げのやつも一応見てみるか。シューンって本当はこうなるんですよね。で、シューって切った後ですね。まあ、スキップさせるか。出るんだね。ダメだ。全然出ないよ。もう一回引く。はい。今回は全然ダメですね。もうこれはもう、リセットです。いや、結構大変かもしれない。このリセマラ自体は簡単なんですけどね、このように。作業なんだけど。起動する。リセマラ終わるのが難しい。このゼウスとか全然出ないですね、今のところ。まあ、何十回とかやってたら出るようになるのかな。私はこの実況でリセマラ終わらすことができるんでしょうか。タップ。ログインボーナスいいですよね。最初1500もらえるのがいいわ。ガツで取って。で、ガチャ。無料引く。もうここですぐ右上のやつやった方がいい。桃太郎が出てきた、今回は。私初めてやった時桃太郎だったんですよね。ガチャ引く。これも右上。ちょっと待って。止まっちゃった。なんかやっぱりね、ずっとこれやってるから、なってるんだと思うんだけど。ダメだ。なんかごっついやつがいっぱい出てきた。ごっついやつってか、でっかいやつか。はい。お！これは？星さんがいきなり出てきた。幸先いいんじゃないですか？星見か。いやー、星さんが1個か。ちょっと、実況しよう、ちゃんと。もう、リセマラの方法は分かったと思うんで、ちょっと見ていきましょうかね。どんなのが弾けるかっていうので。さすがに連打ばかりしてたらね、画面とかもあれですし、酔っちゃう可能性もあるからね。シールがいっぱい降ってきてる。リセマラしてるけど、なんか同じキャラが結構見てる気がする。ちょっと重くなってきたな。何回もやってるから。スマホの問題かもしれない。キャッシュとかの。ここは連打だよな。ここは連打でいいや。いつもと変わんないから。この星が出てるところが私がタップしてるところですね。ちょっとやりすぎか。ちょんちょんちょんみたいな感じかな。プレゼント一括受け取る。ガチャ。引く。ちゃんと見よう。本来はこんな感じです。タップして。で、こうやってタップ。これ1個入ってます。確実に。邪魔キング。これも何回も見てる。魔獣低音。同じやつが出てきた。魔獣低音。熊兵って読むのかな、これ。星一ばっかだな。まあ、ここはね、あんま気にしなくてもいいのかな。ここ、これ、ワンスケ。お、オロチだ。デワノスケ？これ星見だね。熊兵。これも魔獣低音ですね。そろそろかな、星さんは。来たー。まあ、確実に星さん一匹出るんですけどね。よーし。頼むよ、そろそろ。
ゃんと動画に見せたいから、ね、今ゆっくりやってるから、これで当たってくれたら嬉しいんだけど。でタップ、なんか黄色っぽいのが下にいっぱい見えてますね。最初はあまりいいのが出ないな、これは。ただ今回期待できるのが 何個かありますよ。これもダメだ。ドラキューラ、ドジキュラーか。この次、確か星2とかかな、多分。まだか。魔獣低音多いな。これか。これが星2か星3だね。星2か。こっちの花咲か。これも、ほい。星2か。これはダメ。星1だ。これも星1。もう一個ありましたよね。これは星2かな。あ、ダメだったか。ガチャ引く。最初のやつで大丈夫、大体、お、これは3つ入ってるよ。で、最後のやつと、2番目と4番目か。次、頼むよ。出るか。クジラ大帝。星2かな。次は星1だから飛ばして。次。頼む、来てくれ。なんか、整形、美形みたいな感じか。で、あとは最後か。ランクアップとかしないよね。まだか。これだ。ドンマだって。え、全然だ、星さん自体が出なかった、今回は。こんな感じでね、やってますね。いやー、せっかくゆっくりやってたのに、全然出なかったか。ちょっとこれ、リセマラ頑張って、いいやつが出たら、ちょっとお見せしようかなと思っております。ちゃんできた。スーパーゼウスが初めて来ました。止まっちゃった。マジか。大丈夫。引いたことになってるよね。いやーずっとやってた。最後にっていうか、もうニンニクとゼウスが来ましたね。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。今回はリセマラのやり方ですね。で、引いた後気に入らなかったら右上のところですね。でタイトルに戻ってメニューでアカウント削除して。もう一回始めればいいです。で、スキップですね。では、失礼します。